ダニエーレ・ナルデロ。ダニエーレ・ナルデロは、イタリア、バレーゼ出身の元自転車競技選手。1990年のジュニア世界選手権、自転車競技大会、団体チームタイムトライアルで2位に入る。1994年、著名選手を多数抱えたマペイと契約を結んでプロ転向。マペイがスポンサーから撤退する2002年のシーズンまで在籍した。1995年のジロ・ディ・ロンバルディアでは優勝のジャンニ・ファレジンに次いで2位。1996年、ミラノ・トリノを制覇。1997年、オーストリア一周総合優勝を果たし、ツール・ド・フランスに初出場。1998年のツール・ド・フランスにおいて、アルプス山脈越えとなる第13ステージを制覇。総合8位に入る健闘を見せた。その後、ツール・ド・フランスでは、1999年に総合7位、2000年に総合10位に食い込んだ。2001年、国内選手権、個人ロードを制覇。2003年、T モバイルに移籍し、同年のチューリッヒ選手権を制した。その後、2007年にチーム LPR、2008年にセッダメンティに在籍。2009年、UCI プロチームであるフジセルベットに加入、同年シーズン終了後に引退した。ありがとうございます。